どうも皆さんこんこにちはえー、今日はですねまずこちらのニュースドッ、えー、.com さんのサイトを引用させてもらってます、えー、オミクロン株ドイツイタリアでも確認とイギリスに続き欧州ヨーロッパで感染拡大というね 新型コロナのニュースが出てます、まあ昨日もちょっと言いましたけどこのオミクロン株南アフリカの方でね、えーまあ、変異株ですねが発見されて、えー、これで新型コロナウイルスですねドイツとイタリアで27日新型コロナウイルスの 新たな変異株オミクロン株の初めての感染者が確認されたイギリスでも同日感染者が確認されておりヨーロッパでか感染が拡大しているまあ拡大しているというかまあ広がっていってる、まあ、おそらくは今もうすでにねこの状態であれば一定の感染者はいるという状況かなとは思います。 ドイツの方では南アフリカからミュンヘン空港に24日渡航した2人が感染中部ヘッ,シュヘッセン州でもすでにワクチン接種を完了し南アフリカから帰国した1人に感染の疑いが出ているとイタリアではモザンピークに最近渡航した1人の感染が判明したと。 えー、またチェコからの報道によると同国チェコの、ね、北部リベレツの病院が27日1人の感染を確認したことを明らかにした、えー、ア南アフリカドバイ経由で挙国しておりワクチン接種済みで症状は軽いというと。 まあ、こういったです、ね、感染ですね、えー、南アフリカから航空便で26日に到着した61人が新型コロナ検査で陽性だったオランダの保健当局は27日多くの人がそらくオミクロン株だと見られると発表したさらに分析を進めており28日中に 最終的な結果をを出せるとの見通し例えばこれに対してですね2人の感染、えー、まあこういったヨーロッパで広がっている状況で、えー、2人の感染が確認されたイギリスではジョンソン首相が記者会見しイングランドの公共交通機関や店舗でマスクの着用を再び義務づける方針を明らかにした。 えーまあ、新型コロナ感染の規制が再導入されるのは、えー、7月にほとんどの規制が解除されて以来首相はオミクロン株について非常に早く感染拡大しワクチンを2回接種した人にもかく、えー、拡散し得るようだと警告したと、えー、まあこういった状況がね、えー、まあおそらく <laughs> 広がっていくんだもう早速ヨーロッパ各国まあ昨日も言ったようにねアメリカは、えー、まだこのオミクロン株の感染という感染者は、えー、今のところ出てないのかな、えー、でもお感染者コロナの感染者がね拡大してきてるということでニューヨーク州では、えー、再度の。 緊急事態宣言ということをまあヨーロッパイギリスもね、えー、ジョンソンさんはもうあ感染拡大が広がってもまあヨーロッパはね基本的にイギリスなんかでもそうですけど、えー、かなり感染者数は増えて。 というか、一定ねずっとこう出続けてるんですけどそれでも規制はしないというふうに、えー、ジョンソン首相も言ってたんだけど、えー、今回のこの新型変異株ですね、えー、このオミクロンに対しては、えー、規制をかけるとまあ ね、このオミクロン株というのがですね、えー、実際どういったものかというのがまだまだ情報としては不足してる少ない情報しかないとただまあ感染がワクチン接種を2回した人でも、えー、感染が拡大、えー、感染をしていく可能性が非常に高いというような、えー、これもでもまあ今のところですね そういう情報なんですがそれが果たして本当にどこまでですね感染するのか例えばイギリスなんかでも感染、えー、コロナワクチンの接種を行ってるのはもっと早い時期なんでね日本よりも早く2回接種してる人は一定の割合増えてきてるとで2回接種をした人が早い時期に、えーまあ、2回接種を終えてる。 なので、ワクチン効果という,、ね、免,疫という免疫力がやっぱり落ちてるということも、これはある可能性もあると。えー、私は、ね、こういう中で、まあ、この世界保健機構ですね、WHO がです、ね、オミクロン株を最も警戒レベルが高い懸念される変異株に指定したと。 でこのいうして、ねえー、というのがです、ねえー、どういった基準で、えー、じゃあ今までのコロナウイルスと何がどう違ってじゃあ今我々がやってるです、ねえー、その画面戻しますね、えー、ワクチンそれの効果というのがどれだけないものなのかそれと どういうふうにそれに対して対処すべきかというのが当然今ねまだ情報が限られてる、まあ、これも分かります、えー。情報が限られてて、えー、そういったことっていうのはこう、えー、きちっとね情報が圧倒的に少ないので、えー、だからこう、えー、みんな注意をするという注意喚起っていうのはこれはまあ当然やと思うし。 新しいものそういった、まあ、今までね散々苦しめられてきたコロナというものに対してやっぱりみんながやっぱりこうすごく不安を持っているということもあるんですが裏返したらもう約2年近くねそのコロナウイルスと人類とは戦ってきてるわけですよ。でその間に確かにこれは変異株なので 何がどういうふうに変異してるかというのを情報は圧倒的に少ないいと思いますでも変異するということによって得られる影響度例えばワクチンの,その効果というものの判定どこまでだからどんな人どんなワクチンを打ったタイミングとか要はそれは免疫力の低下とかねそういうこともあると思うんですけど。 その状況によよって当然変わると思うんですよねただワクチンそのものの効果そういったものの検証というのは一定の、ね、期間で迅速にその検証をしてまずワクチン効果がどこまであるのかですよね今みんなが打ってるワクチンの効果そういったものというのは僕はもうこの、ね、WHO とかは あのまずきちっとしてねきちっとしたその情報開示というのをもっとやるべきちゃうかなとん,なんかあの、まあ、情報が少ないからだからあの気をつけなさいよという注意喚起はこれはねやっぱりあの感染予防という観点からいくと当然のことやと思うんですが僕が一番気にするのはね、まあ、今日タイトルにも入れてますけどね この変異株ね今回オミクロン株これが問題というよりはその分からないことそういう何がどう変わるのかというだから今までやってきた、えー、ワクチンとかですねそういったこう予防対策というのがどこまで効果があって、えー、もっとこういうことをやらないといけないとかいやそのままそれを続けていけば大丈夫なんだと。 今現時点の情報としてこうだというところをですね明確にしてあのやたらめったらね不安を煽ることって僕はもうこの状況このタイミングでは僕は必要そのやたらめったら煽ることってあまり効果がないようにも思うしそれはもうみんながねコロナというものに対して。 えー、いい意味でも悪い意味でもお付き合いが、ね、2年近くなってるんで、えー、慣れてきたということがある。なので、えー、しかもねそれ以上に今みんながやっぱり、えー、問題になるのはやっぱり経済的なことですよ。で今よ,ようやくね日本でも前を向いてね、えー、進んでいこうという状況に。 なってきてるタイミングでこういうふうに新しい株がねできてまた不安だけを煽ってねえそれをねえ抑制するうまあそれは必要なことでもあるんですよ。だからどうでもいいってそんなことも気にせずやるんだということを僕が言いたいわけじゃなくってあの一定のそういう注意喚起をすることは必要なんだけどもその仕方 ととといううのがが僕は問問題題思んんんんでですすよよからこほまになコロナウイルスの変異である以上ね全く別物というのが生まれたとしたらそれはコロナウイルスではないもということなんでコロナウイルスの変異ということはベースがやっぱり今まで我々が向き合ってきたコロナウイルスそこから変異していってる。 ということで一定のです、ね、やっぱりあのこここれをやっておけば感染率はこれだけ低くなるよというようなまあ率まで出せないかもわからへんけどまずベースこれをやっておけば日常的に感染をする確率は低く抑えられるということとただこれは今回のウイルスは気をつけないといけないということを明確にしてね出さないと。 単にね、えー、不安を煽るだけ、まあ、昨日ちょっとアメリカのねその緊急事態宣言で、まあ、ヨーロッパでもねずっと感染がね拡大がしてきてるという話も、えーまあ、昨日もその前も一回ちょっとそういう話しましたけど、えー、そんな中であのこういう新しい、ねえー、オミクロン株というのが現れた時に。 そのまあか当然ねウイルスの、えー、変異というところなんであそんなの別にどうってことないよというもんではないことはこれは十分わかるんやけどそやけどねあのやたらめったらほんまに、ね、なんかこう憶測推測だけでね、えー、今すべてをまた行動規制をかけるとか。 もう散々今までやってきたことをまた新たにね要はコロナウイルスの感染が広がった時と同じような不安だけを持ってというレベルじゃ今はもうないはずなんですよね。あの一定のね、えー、新種に対して当然わからないことってあって当然なんだけど、えー、ベースさっきも言ったようにコロナウイルスである以上は。 あの一定のそのベースの対策というところはそこに対応できる対策であるはずなんでえその辺りをちゃんとね区別してねえきちっと伝えることをやらないとなんか変にねまあこうなってくるとですねイギリスもやらへん言うてたのにえ行動制限せえへん言うてたのに今何またやるのそんなすごいのっていうねことだけが先行して肝心な え本当にそんなことやる必要なかったんじゃないのというまあ日本でもねあの行動規制ねえその人流のね抑制とかねそこまでする必要なかったんじゃないかという議論があの落ち着いた時とかでねこのコロナのね第5波とかですねそういったところが落ち着いたところである程度 議論もそれはまああくまで結果論なんでえ今この時点でこのオミクロン株に対してね予防措置というのはこれは分かるんだけどその措置向き合い方ですよねえ要はウイルスとの付き合い方これは感染予防という観点での付き合い方という中に僕はその新種のね新しい変異株 これに対しての対応の進め方とか、えー、情報の開示の仕方とかこういうことも基本的には僕は付き合い方だと思うんですよでそれによってやっぱりそれをどういうふうに、えー、人々に伝えていくかとか、えー、そういうことも僕はやっぱりきちっとね、えー、コロナウイルスに向き合う方法として 正しくこう改めていくべき、えー、よりみんなが安心する不安を少しでも軽減できるそういう方向に、うんあのー、報道とか、えー、こういった情報、まえー、を出していく出し方、えー、それとやっぱり専門機関ではそれに対して今現行やっぱり一番頼りにしてるのはワクチンですよ。 はっっきり言って今までの結果からするとその抑制に、えー、要はコロナの感染というものに対して人々の体を守るそれの一番、えー、やっぱり効果が出てるという思われるのはやっぱりワクチンなんでそのワクチンに対して、えー、変異株がどれだけ、えー、要は効果があるない、えー、どれぐらい落ちるとか。 というのを、えー、基本的にはですね、えー、免疫がある状態コロナワクチンを打って免疫がある状態でどれぐらいの要は変化があるのかということを、えー、きちっとまず迅速にですねそういう専門機関は、えー、それに対して検査をしてというのを出していく。だから一定の安心感 というものもの僕は与えるる必要があると思うんですよ、うん、だから何,何もせんでええとマスクも何もせんでええともうみんな集まってわーっと騒ぐそんでええやんっていうことではないただあの僕はねなんかね不安だけを煽おうってねうんだからもうじっとしとけこういうふうに行動規制をかけるとかもうこれやって。 で同じことを、ねえー、コロナが、えー、出回った時とほんま同じことを繰り返してるとこれ経済は <laughs> いつまでたっても動かないんで,で、まあ、今回もね渡航規制とかこれ日本もそういう渡航規制をねアフリカの方とかでそういう,う、まあ、危険域と言われる、ね、そういうところへの渡航規制そういうところからの入国規制。 えー、そういいったものものててるこれイコール何かというと人流世界というレベルで見た時の経済というものをそこで一旦止めてるわけですよね。えー、まあ完全になくしてるわけじゃないけどね規制なんで、えー、そういう人流を抑制してるうとイコール経済を抑制してる。これはねこれをね同じようになんかずっと続けていったらこれもう本当にダメになるから。 だから僕はあのやっぱり一定のその動きワクチンというものを軸にして今もうそれしかないんで今んとこねその中でそれを軸にした人の動き方可能な動き方というのをねどん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 広げていかないと。 えー、もうほんまに、あのー、経済が経済が、まあ、日本もね給付給付って言ったところで限界があるんでやっぱりそれをね僕はもっとおやるべきそういう向き合い方付き合い方なんかわ分からないことを、えー、憶測で不安だけを煽る情報を出したりとかではなくってその不安は注意喚起ということでみんなに注意を促す。 行動のね、えー、そういうい注意行動自分たちの行動を自分たちが律して、えー、感染予防につながるような行動を促すという注意喚起として、えー、それは分かるんですけど、えー、不安だけそういうものだけ煽ってねでなんかこう怖い怖いというだけをまたこう今このタイミングで煽ることっていうのは 僕はえちょっとえ賛同できない。なのでえいやまあ当然ねまたこれでね変異株がすごいえ今までとデルタ株とかねアルファ株そういったものと全く違うえ影響を及ぼすものだということが分かった時点でもうそこはやっぱりそれに合わせてね規制かける必要はある。これはそうなんだけど えー、まあ、今の時点で、えー、僕はあのわからないから注意しなさい。これは分かります。ね、当然のこと、わからへんもんを、えー、安心しろ。というのはおかしい。でもねえー。わからへんもんやからっていうだけの情報であれば、あのこれ。全くみんな身動き取れないんで。だからこういうところは。 オッケーこういうところはダメというねもうほんまにねそこをねきちっとこうかかることを分かりたいわけですよ、うん、なのでそういう情報とかもね日本の場合も今落ち着いてるからなんかちょっとこう対岸の火事的な、えー、ところもなんとなくあると思うんだけどまあそんなことはないというね潜在的にはそうなのかもわからんけど実際まあ普段行動は。 ちょっとやっぱりこう緩みがちというのは僕なんかでもそうやしでもそれをそのままで、えーねえー、一定感染者が増えたとしてもそのままで、えー、この今までの対応でワクチン、えー、そういったことをやってればあの特に大きく。 えー、例えば死者が増えるとか重症者がどんどん増えるとかということはないんだよということであれば僕はそれで経済を進めていくべきだと思うんで、うん、経済もう本当にね日本の場合特にねコロナだけじゃないんでね、えー、その原因、えー、経済停滞の原因がねそれだけじゃないんで僕はこういう情報この変異株今後も出てきますからね変異株って。 その度にですねこの行動制限かけたり何か規制して経済が停滞するようなあそういうことを繰り返さないといけないのかなといや僕はまあ別にコロナの感染コロナのねその専門家でもないしその感染というものに対してまあそれとその後の症状に対してどうこうという知識はないけどもただ、うん、このままだったら。 もうう本当ににに身動き取れれななないいこここととっててししまうこれを繰り返していくことになるだからこれはね僕はそのコロナの付き合い方さっきも言ったように付き合い方としてね、えー、こういった情報を流していくとかあその検査とか検証そういったことの、えー、速度スピード感、えー、そういったものを世界のね、まあ、WHO はだから中心になって世界の医療機関と協調して えー、やれば短時間である一定の結果検証結果が得られるかもわからないし、まあ、そこはもう僕は専門家じゃないからわからへんけどねでもそんなんできるとしたらねより早く、えーまあ、的確なというかそれが正しい間違いはそれはこういうウイルスの場合ね、えー、結果として、えー、どうなんだというのとはまた違うけども。 でもやっぱりねやたらこう不安視して、えー、この情報を伝えるということは改めていくというのがもうできるそろそろできるんじゃないのっていうふうに僕は思ってるんでただもう本当にねこのちょっと今日そのニュースとかこう、ね、いろいろまあ見ててね やたらめったらそのオミクロン株まあ俺もこうやってねねあのネタとして情報ね拾い読みで上げてるけどでもこれはあのこういうことがあるよというさらっとねだから注意しようねっていう注意意識を強めるという効果で僕は当てそれでいいと思うんですでそのレベルでいいと思うだからこっからですよねこっから すぐにこういう効果今までと比べてどうだというのをねきちっと上げていくということがでしかもこれをねきちっとね前も言ったけどもう本当に国の機関の中でみんなに分かりやすく、えー、きちっと、えーまあ、その日々の更新という中でね上がっていってももう今感染者数がどれだけどれだけどれだけとか。 というところがターゲットじゃ僕はもうないと思ってるんであのなのでそういうこう変化こういう変異株とかこういうものの付き合い方としてそういうものを上げてほしいというねだからもう本当にこれからもどん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 出てくると思われるんでね変異株っていうのはね、うん、だからそれとの向き合い方、うん、まあなんせみんなね 分かかららへんから不安になるわけですよ、うん、だから怖いんですよねでしかも死に至るようなね状況になるそれもみんな経験してきたからだから分からないだから不安になるだから行動できなくなるっていう人もいるんでやっぱりそこをねきちっと正しくね開示してもらうようにしてもらいたいだからもう本当にね分からないこと。 というのが、やっぱりそれが一番問題だと僕は思います。はい、ということで、えー、今日は、まあ、昨日に続いてね、オミクロン株のお話をさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。